私の名前はクォーツ。ミカに出会ってからもうかなり時間が経ってる。消えたはずだったシードもまだ消えていない。ボスに出会ったのはあのレイヴンクランのガンフォーというクズ野郎と戦った時。悔しいけど私一人では奴を倒すことができず死にかけてたの。その時私を助けてくれたのがミカ、つまり今のボスだった。ボスの隣には大きな棺桶と2本の拳銃を持ってる暗い男も一緒だったの。エル・アルカンヘル、ボスが率いてるシード破壊組織よ。ボスに命を助けてもらった縁で私も一員になったわ。もちろんレイヴンクランに対する復讐心もあったけどね。ってわけで今まで私たちはシードの供給を止めるために努力してきたの。ボスと探ってるうちにシード工場がスカムランドにあるってことが分かったわ。スカムランドっていうのはレイヴンクランが完全に掌握している島の名前よ。レイヴンクランはガンフォーたち4人の幹部が運営している麻薬組織、合法的な企業だとか言ってるけど世界最大の麻薬組織だっていうのは公然の秘密よ。イエンセン・ザ・ブーストマスター、レイヴンクランの幹部の一人、香港で目撃したという情報があるわ。刀で人を切り刻むのを楽しむ残酷なやつよ。なぜかずっと前からグレイブをひときわ殺したがってるみたいなの。ビッグ・ウーシェン、魔女だと呼ばれてる女、彼女もレイヴンクランの幹部の一人よ。死の歌を歌うと言われているけど実際どうかしらね。噂には尾ひれがつくって言うし当てにはならないわね。トーロンティ、クソジジイよ。見た目はただの老いぼれだけどなんか怪しいのよね。そう、特にあの杖には気をつけた方がいいと思うよ。そしてガンフォー、こいつのおかげでボスに出会うことができたんだけど、こいつのせいで私の腕には異常が生じたの。まあ悪いことばかりじゃないけどね。ボスとあの暗い男グレイブは今スカムランドに向かってるの。もうすぐ連絡が来ると思うわ。その時まで私も本部で様子を見てかないと。いつ私が必要になるかわからないからね。ここは片付いたよ。了解ボス、チームがそっちに向かってるわ。私もすぐ合流する。気をつけてね。私はチームと合流してからウォールを攻撃する。敵を殲滅してそのエリアを占領して。いい動きよ。
が追ってきてる。クレイブ、敵が多すぎる。Oh, my God.
いつらぶっ倒して。今日も夕暮れだね。